沢木くんいた。あのゴスロリ、結城くんなんだって。おかしいよやっぱ。キスはダメじゃん、キスは男同士で。いや、俺もそう思うけど。男同士でキス。不潔不潔不潔。男同士がどうした。これであんたも不潔よ。今そんなことどうでもいいのよ、黙ってて。はい、チュー。